正解は可愛いのがいました。仕事帰りのクワガタチェック。今日は台風8号が日中吹き荒れて荒らしまくってましたからね。まあそんな日の夕方、あの小さいクヌギだったら上がね屋根みたいになってるし、まあ雨の当たり方もどうにかカバーできてたかななんて思いつつ寄ってみることにしました。うわー、ここは行きにくくなってきたな。到着。どうかな。お、いるね。あんなところにいるよ。ここはめっちゃ揺れるだろうに。ギバノコ。カーナブン。あれ、こっちいませんね。この下なんか何かいそうだけど何もいない。何かのメスがいますね。カブトムシがいない。じゃあ行ってみましょうか。例のごとく一緒に見てみましょう。この上、この間ねデカヒラをね取り逃がしましたからね。あ、なんか葉っぱ動いてるね。何か見えますか？わからないな。じゃあライト当ててみますね。どうかな？あ、あ、お、いるね。こないだのやつかな。ちょっと待って。
マジかマジか、またやってもうた、またやってもうた。ああ入られた。あそこいるね。でもね、ああこれ何ミリあるかな。でも大きく見えるけど、うーわーこれ取れるかな。ちょっとまた頑張ってみますよ。なかなかしぶとい。でもね、とりあえず確認できました。でっけえメスでしたよ。オスじゃなかったけど、でかいっすよこれ。ああこの、あここになんかいるね。この中にいるやつはでかく見えるな。参った。下にはいないかな。ツンツンやってる最中ね、カブトのメスもね落ちてきましたけどね、ここへ。ああダメだ。へえ、今日は見れたのはこのギバノコだけか。あ、ギバノコもどっか行っちゃいましたね。結構気揺らしたから落ちたんでしょうね。ええ、向こう行ってみようかな。こっちも険しくなってきたな、これ。ええ、一応マムシ注意。ありました。お風がまだ残ってますね。あ、9号10号も来てますからね。お、あっこなんか久しぶりになんかいるぞ。カナブンか。下の方はいませんか。ここもいませんね。上はどうかな。じゃあ中へ行ってみましょう。あ、いるね。何かいますね。こっちはいましたね。ほら、カブトムシメスか。この間は ここにもメス同士。この子はずっといるやつでしょうね。
いないかな。7000万マイクロメーターの平たくクワガタはいませんか。クワガタ、いないか。ダメか。いませんね。残念でした。まあね、大荒れ天気の後ですからね。こんなもんかな。夜中とかに来ればね、また少しは違うんでしょうけど、なんか出てるかもしれないですけどね。メスが覗いてます。お、あ、この隙間なんかいるね。オスだ。ほら、こういう隙間に見れるのはでっかく感じる。いや、だけどでかいかな。どうすかね、これちょっと出してみようかな。この音楽に合わせて、音楽が終わるまでにちょっと出してみましょうか。出ました。60ないぐらいですね。はい。ここ、どこにメスがいるよ。このカチシムシもでかいね。こないだいたやつかな。ここで見たかな、カチシムシ。よし、こちらまた台風10号が去ってからでしょうね。あちこち出向いていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。お、青空が出てきたぞ。